ね。いや、これすごいよ、全然違うね。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。どうも、ラダスです。はい、今日は片落ちでなんか爆売れしているという、はい、こちら、はい、金の G410、はい、プラスと LST を、これが LST？、うん、こっちがプラス、うん、なんか裏違う？書いてるだけプラス。あ、ほんと LST って、これがどうやらこっちがまあ捕まりやすい、うん、みんな向け、うん、オーソドックス、うん、こっちが捕まりにくくて、うん、ハードフィッター向けだとかね、うん、それを恒例の、はいはい、同じシャフトで内プラで行ってみたいと思います、はいはい、これね、アダスの私物でございます、はいはい、こちらはね、アダスのプラスだったんだ。そう、俺プラス。こちらね、みんな大好きゴルフパートナーで用意しました、はい、でね、シャフトはどっちでいくの？俺のが純正で、LST の方がアッタス11ついたんだけど、うん、こっちの方が多分しっかりしてて片山も振りやすいと思うから、うん、今日はこっちでいきます、はいはい、じゃあまず LST からく、はい、ついてるから、うん、じゃあ LST いってみます、はい、見た目いつも見てるでしょ。見た目はね、LST ちっちゃく見える。うっそ、もうちっちゃく見える。プラスインプラス、うーん、サットの前情報なしに。え、 体積みたいなやつ違うの？多分関数モーメントとか違うんじゃないかな。多分ね。同じ 10.5 はい、うん、小分面、うん、結構サフトもしっかりしてるし、こう小ぶりな感じするわ、うん、プラスに比べたら。出るね、打ち方の問題な、これは。これ、あの真ん中です、真ん中ポジション出るね。ちょっと行き過ぎた、うん、球がちょっと低めかな。低いね。音が違う。音なんかすごいな。強い感じ。強いってか低いね。低すぎると思うよ。あ、これだ。どうとするかな。うん。ちょっといい感じ。これどうですか。うん、ナイス。斜め届かないぐらい。うん、あの3バンドぐらいかな。3? うん、3です。はい、感想は感想は、いや、球上がんないかな。うん、上がってないね。これ多分普通に振ったら捕まりにくいし、球も上がんないんでね、うん、それを無理に捕まえようとするとグッて返っちゃって、うん、さっきみたいに低い、うん、まあいい当たりの時も低めだって、ね、まあそうだね、ややドローで球低い、うんうん、っていう感じで。じゃあパターン、はい、はい、ちょっと球低いね。ほら
キャリーしないね。うん、いやいや、精度で届かないな。捕まっていく。このシャフト、シャキ調子ですか？何調子か分からずに振ってかね。おー、そう、これはちょっと飛んでないな。暴れる系だよね。うん、これはね、ああ飛んでない。はい、いい球だったけど、こう、まあ斜めの上ぐらい。これはうん、これぐらいの打ち方がスムーズかも。届いててんや。ちゃんと当たると手紙になる。そうだね、やっぱ、うん、しっかり当たった時の方がフェードっぽい感じがするね。うん、そう、球上がんないもんね。上がんないね。こう擦った時しか上がんない。うん、確かに。じゃあ次、プラス行ってみようか。はい、ガチャガチャチェンジ。はい、プラスに変えます。はい。やっぱりね、でかく感じるけどね。よくわかるね、正直。わかんない。あとはペッタリ系な感じです。あれだよね、捕まる捕まらないっていう先入観が操作してるよ、絶対。あ、そう、全然。あ、じゃあ、フラットな気持ち。もういいでしょ、これ。うん。届いてない。届いてないよ。そうですか。ゴロゴロゴロ。うん、こっちの方が、いや、いいでしょ。でも、でも2番ぐらい届いたかもしれない。一番深いところだね、打ち上げたし。急に球上がりましたね。うん、やっぱ安定感があるから。全然違うの。いいんじゃない？まあ、泣いてるけど、安定感はある感じがするな。全然飛んでない。うん。どう？いや、でもいいんじゃない？さっきより暴れてないよね。暴れてないよね。うん。さっきは右往左往してた。まあ、暴れる回数が減ったって感じ？回数が減った感じ。暴れる回数が減ったね。うん、うん、低いけど、いいんじゃない。やっぱり安心できる。安心できる。まあ、最近はやっぱりこう完成方面の時代ですよ。はい、じゃあ、はたやん。はい、どう？軽い。ちょっとさ、だからなんかべったり系だからかスカスカしてる感じがするよね。軽い。いや、でもそれもあるかもね、多少。全然球の高さが、ストレートだけど高いもん。はい、全然違うでしょ。そんな違うの。うん、これはすごいよ。
や全然違いますわ。これあれ？交換性モーメント。交換性モーメント。すごい。全然違うよね。全然違う。球高いけど飛べ。あ、でもね、斜めネットいったよ。ちょっとね、フェアウェイ真ん中だよ、今のはね。いや、これもね、大丈夫。これも右ラフぐらいで収まるよ。うん、飛距離は出てそう。今のさっきだったら多分右のね、右の、そうだね。斜めぐらい、うん、マンブリ行こう、マンブリちぎろ。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。あー、ちょっと高すぎか。あ、斜めネット。いや、畑山ね、これぐらい振った方がいいよ。斜めネットの上の方。いや、これでもね、全然いい球だよ。コブーメランで。おお、一番深いところのネットに当たった。いや、これはすごいわ。全然違うね。やっぱプラス、俺ら欲しいから無理だね。ああ、プラスやから無理だね。だからね、俺からするとさ、LST は M 系の感じなんですよ、うん、そうそう、シムとか、うん、あっちに似てるんだよね、うん、こっちはマーベリックとか、うん、あのローグとかさ、うん、今までのベッタリ系。いや、でも見た目はそんな俺わかんないけど、振った感じが全然違う。全然違ったね、うん、だからハタヤンとかさ、交換性モーメントに硬いシャフトとかさ、うん、でもこのぐらいのシャフトなんか良さそうだよね。良さそう。5S か、うん、5X ぐらいとかだと、もしかしたらさ、いいんじゃない。いや、硬いのってこれしならせられない。いや、そういう固定概念はないから、もう分かったでしょ、前回。おい、飛んでそうだ、全然違う。おお、めっちゃ上に当たった今。こっちは飛ぶじゃない。あのね、SIM とか M の方が飛距離はね、多分あると思うんだよね。でも振った感じも、あ、でもまあピンは安定感じゃない。でも安定感確かにあると思う。あ、完成モーメントすごいわ。うん、これはね、あれだね、売れるのが分かるね、うん、OB なくなったりとかさ、なんかあるじゃない、いろいろピンにしたらきっとみんなということで、はい、気になる方は中古しかないのかな、もう今は。いや、あるんじゃない。片打ちでまだたまに出回るところはあって、ああ、なんか在庫がまた出、ドライバーが出るとなんとかって聞いたけど。あ、そうなんだ、うん、ちょっとお店に足を運んでみてください。いいと思います。はい、それじゃあどうもありがとうございました。